模式をシリーズ番外編としてね、番外編っつうかなんつうかあれなんだけど、今のね、3月2週時点の、模式をシリーズの日ハムと、1年戦い終わった後の、1年目でカープ優勝シリーズって題してやったあの動画のカープと今現時点戦ったらどのような対戦になるのかっていうのを検証するっつうか、ただあれだね、今横浜スタジアムって言います。ただちょっと見たいっていうだけ、ただそれだけのところです。コールド5点でいいでしょう。いや3点でいいや、3点で十分、3点までは十分。もう式をシリーズオーダーはちょっと変えなくちゃいけないんだけどね。打順守備士、君と、ということでね、どうも、アザラシでございます。全然ここまで名乗りを上げてなかった。この件時点でしか、金村って見れないからね。金村、せっかくだから金村も。いやー、絶不調だな、清美が。設定変更、落下地点とボール表示をこれ。一番ひどい設定でやっていきます。見下ろし地点でいいかな。見下ろし地点ってのがあるんで、見下ろし地点でやっていきます。これで、ちょっとお試しでね、金村悟、向こうは山内。ね、まあこの動画はあれだから、負けること前提みたいなところもあるからね、勝っちゃったらよくないところもあるよ。ね、春先のまだ段階では1年目のカープシリーズのやつの、ね、最後のデータには勝てないけども、1年終わる頃にもう一回こうやってね、チーム作った時には模式をシリーズの日ハムが勝つっていう、そういう風なね、シナリオがこちらにはある。そのシナリオでやっていく。ひどい。いやー、それはひどいな。ちょっとね、寝つけないじゃないけど、ちょっと夜にさ、ちょっとゲーム、野球遊しようかなっていう、そういう気持ちで動画をね、おもむろにドリームキャストを起動してね、なんだったらせっかくだったら動画も一つも撮ってみるかって言って、始めたその1球目から初球ホームランを打つ尾形の鬼畜さ。見下ろし視点の試すことすらできん。1球目、初球ホームランはひどいだろう。核弾頭かよ。お、イエー。でも今のさ、今のその、この視点ってさ、いいなって思ったけど、よくあるな。よくある視点だな、これ。ゲームとかで。よくある視点だわ。パワープロとか、そういったゲームの。プロスピとか。あんま面白くねえな。いいんだけど。野球アソラーとしてはさ、斬新でいいんだけどさ。まあ、普通のゲームに慣れてる人からしたらあんまり斬新じゃないかもね。まさか初級ホームランってことはないだろう。どうもこの野球作ったゲームは外角のカーブがホームランになる率が高いな。いや、いい守備。山内。いいフォークを投げるじゃないか。コールド3点なんでね。ファール。小笠原。金子。この金子、あんまり似てないけど似てる。もうちょっとこれふっくらしたら今の金子誠に似てるわ。マックに似てるわ。マックって言ってんのかな、本当に現地の人たちも。なんとなく選手会長ってイメージなんだけど、金子誠。そんなに選手会長期間は長くないけどね。去年はね、打撃コーチだったんですね、金子誠。今年はね、守備走塁コーチになりました。まあ、金子誠のバッティングを選手が真似てもね。なんか昔見た雑誌で金子誠のバッティングフォームって、野球を目指す少年が真似をするフォームみたいな、真似をすべき、模範にすべきバッティングフォームなのかなんか書かれてた。模範にすべきバッティングフォームから繰り出されるクソみたいな打率っていうな。模範とすべきバッティングフォームをしたからといって、成績を残せないのがプロ野球なのかもしれない。というか、まあ、ね、その金子誠に習ったところで、選手は打率があんまりそうにっていう感じなのかなっていうね。去年の日ハムの打撃陣のひどいありさまったらや、ひどかったからな。フォアボール。今のぶち抜く方がいいんかな、ホームランとして。ああいうのは。ノース陣から打つのは。日本の野球じゃ。アウト。
それでも懲りずに右打者の外角低めにカーブを、内角高めにシュート、余裕。何やってんの、何やってんの。はいはいはい、動じない。ロペスが出たとてな、ロペスが出たとてね、あのゲッツってことがあるから、このねカメラの方がね見やすいんだけどね、やっぱ守備はしにくいね。ほらこれとかもうどこかわからんもの。あ、行こうか。うん、ちょっとやっぱ見にくいね。清宮です。こういう感じなんだ、こういう感じ。足上げすぎ足上げすぎ。もう2ストライク追い込まれとるやんけ。うわねー、全然違うとこ振ってた。分かってたんだよ、フォークがストライクゾーンに入ってくるってことは。うん、ちょっとね反応が遅いな俺の。これはいいよ、ツーベースは確実、確実か。うわ危ね、1点入れとくかここで。なんなら、ちょ、危ねえ、すっかり忘れた、ランナー飛び出てるけど、いで、これいいんじゃないか、いいんじゃない、ゴー。今のはあのちょっと構えるのが早すぎてね、セクシーコマンドをガイデン、すごいよ、マサルさんのマチャヒコ並みに、一人送りバント。ツーアウトからバント。よし。多分、フォークで決めに来る。フォークに山を張る。山を張ってこれかい。スライダー。スライダーもう一球。フォーク。ストレートだな、この辺で。すごいな、割と当たってる。さあ、最後は、スライダー。合ってんじゃん。読みだけは。内角低めにストレート。スライダーが怖いから、内角のシュート。外にスライダーでストライクを取りに行く、からのフォークボール低めに、これでストライクが取れないのなら外にストレート外角、よし完璧な組み立て。フォークボールを真ん中低め、ストレートを内角高め、最後はスライカーブを外角低め。ああ、もうこれが取れねえんだよな。まあ、やっぱ設定変えとこ。やっぱ慣れねえ、これ。やっぱこれ慣れねえ。特に、待てよ。ちょっと待てよ。なんで今、おバンドが。なんでオバンドがファーストやってんだ、これだよ、これ。これがおかしいよ。これがおかしい。レフトラオバンド、ライト、西浦、センター。あれ何やってんだ、俺は。危ねえ、危ねえ。内角高め。フォーク低め。振らんね。内角高めにスライダー。これはあの焼きつくの必勝パターン。内角高めのスライダーは案外焼きつくの CPU は
触れない。お、ナイス守備。よし、今の守備は良かった。あの MLB のなんかあの メジャーのファインプレー集とかにも出てきそうな勢いのそういう守備だった。あんな球にあのピクリとでも反応したらいかんわ。これもな、ちょっとやっぱ分かってないな。ああ見える見える、それぐらい見える。野口、うわスライダー、外のスライダー。いやー割といい試合になってるな。なんなら勝てそうな感がある、この時点ですでに。満身、初ヒットが金村、違うな、え違うよな。おバンドがヒットだよね。スリーベースいける。三ついける。金村のバッティングセンス。奈良原。は？送りバントっつった？あ、送りバントがあるんか。という手があるんか。バカ。しょうがね。スクイズすんだったら橋田さん行き方なんだ。失敗した。解説が変なこと言うから失敗したな。だがまだつまいけ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 、おお、意外に前線してるな。よし、小笠原に。ちょっと猫の鳴き声聞こえる。別に入ったってさ、なんか入ったってさ。お、フォアボール。清宮の打席、うるせえ。猫助うるせえ。あ、バリバリしてる。猫中継、猫実況。さあ清宮のバッティングを。これ今のはな、見えたんだよな、一瞬フォーク来そうな気がして。これも今のいい反応。ああしまった。かまったりしないよ、ゲームの実況してるときに猫にかまったり。あんたの血は何色だっていう冷徹人間かと思われるかもしれない。しかしゲームをしてるときに猫にかまったりなどはしない。冷徹って思われるかもしれんけどね、この こやつはこの今部屋に入り込んだやつは相当あの悪いやつなんだ。水を倒したりするから、飲み水、コップに入れてる水とかを倒したりするから、悪いやつだ。あと寝、睡眠を妨害してくる、そういう悪いやつ。なんだかんだで試合になっている。あらあらあら、いい試合。おバンドいいですね。さすがのバンドですね。あれどこ行った？ここにいた。ういっし。ういっし。ストレートに弱いな。これもな。ストレートと思ってなければ触れてたら、ストレートだと思っていくから触れなかったんだ。戻れ。あっ、まあ、戻っちゃいかん、戻っちゃいかん。ちょっとミスが多いね、この試合。ミスが多い、そこが。
ミラクルが起きたな。風でミラクルが起きた。そしてここでチャンスに強い金村。金村今チャンス E からね。チャンス B だからね。ほら。他のどの代打よりも下手したら一番チャンスに強い。バッティング力はないけど。おお、いいじゃない。うん、ちょっと遅かったな。ストレートは分かったんだけど。変化球。スライダー。金村悟。金村悟とかいう、金村悟とかいう、すごいバッター。2打席連続スリーベース。これ勝っちまうな。何時？何時入れてほしかったんじゃないんか？うん？かまってくれって言うわけじゃないよな。出す時期よな。お、あれ？猫に免じて、猫に免じて今の打席。しかし金村を変えることはないな。しかし金村を変えることはない。このワード勝っちまいますな。まさか春先の時点でカープで1年ガチでやってるか。清宮のいい守備、清宮のいい守備が飛び出てます。これはヒットになるね。どうやったって、これはしゃあない、これはしゃあない。何邪魔しに来たの、邪魔しに。これもむずいね。こうか。見てないでいで。見てないでいで。スライダー外。これは取れる。うい、これ以上のこんなのね、無視はしないから。手は抜かないよ、手は抜かないよ。小笠原の守備、どっちのチームにも小笠原がいるからちょっとあれだな、紛らわしいな。うん、いいか。いや違うな、打ってない、振っていません。うん、まあまあまあ悪くない。清宮2打席連続三振の後はショートフライか。うーん、清宮がまだ活躍させられてあげられないな。活躍させてあげられてないな。無理ー、ダメだ、おバンドに取らせたら。俺のね、打球処理がまずかったな。悪夢勝負じゃん、寝たらいいじゃん、別にさ、そこにさ。猫と会話シリーズ。うわさ、あれ出すべきか？いや、そこで。いや、この判断は別に間違っちゃねえ。間違っちゃねえ。ちょっと投げるのが、早かったかな。出るの？出るの開けるよ、はい。本当に出やがった。何のために圧を入ってきたんだ。これは、でも、走られてたらもしかしたらセーフだったかもしれない。内角高め、フォーク低め、フォーク高めという奇策。よし、
外角高め。じゃ内角高め。おお、諦めすぎてた。サードでさせ。いや無理。いや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 、別に今のは俺があれだよ、あのわざと巻きようと思って投じた球じゃないからね。ここだな。そいつスイーパーのインプレーしてるよ。ここまで別に手を抜いたりなんて、あの奈良原の打席ぐらいのもんだ。手抜いてたの猫のせいで手抜いてたぐらい、三振したあそこぐらいのもんだ。ういまあ、シナリオ的にはね、カーブに負ける方がいいとは思ってる、心のどこかで。そういう部分がプレーに出てるのかもしれないっては思うけどね。でもオバンドの打席を見てくれ。このあっ、風ほじゃほじゃ。いやーダメだ。スライダーフォーク、もう7、もう山内も72球投げてるな。リアル感のある数字だな。はあ、ストレート外角高め、違うスライダー外角、また入れてくるよ。何がしたいんだ、何がしたいんだな。この攻撃的攻め、お小笠原大したことないな。やっぱり攻めろ攻めろ、これぐらいなら余裕で。やっぱキャッチャーヘボイとこの焼きつくにおいてはもう勝負にならんな。何ホリスはチャンスで使った方がいいぞ。俺が言っておく。ホリス使いの俺が言っていく。外角、内角、内角高め。外角低めにカーブ。これ怖い球ではあるけど。あ、何してんの？怖え。怖えな。バント？走らせたりはしないか？走らせたりはしない。あ、もう一回バントってことないか。これはでも、取れるでしょ。ちょっと振り向くのが遅かったか？キムタク。誰に変えてキムタクだろう。東でか？東に変えてキムタクか。内角高めのストライク、ストレート。意表をついてもう一回ストレート。同じところ。同じところでもない。すごい中に入ったな。フォーク低め。よし。二つ目の三振？四つ目の三振。結構三振取ってるな。よしよしよし。ここの回はなんとか、なんとかなりそうな気はするな。猫さんが。入れたり出したり出したり入れたりしてくれって言って、はい、はいはいはい、出る。そしたら、はい、今度は出ていきました。入ったり出たりをしてる。これはもう、金村を使い続けるのがまずいんか。もう6失点してるもんな。左か、左本当原田しかいないんだよな。ここでピッチャー交代です。
前か。ダメ。センターバックホームするとこだった。ピッチャー変えたいけどな。6点差だからな。6点差じゃない、3点差だからな。コールドがあるんだよな。普通にコールドが。高め。もう猫と会話するシリーズになってるね。菊池原。でもこれはね、そこまで望み薄じゃないよ、正直。ここで1点取れなかったって言うけどさ、菊池原なら打てるぞ、俺、正直。もうね、誰で打つかだな。左対左。左をクリーンする？関係ないか。石本だな。石本だな。1ヒッターとしては十分。1、2、3。うん、1、2。うー、しょうがない、打っていこう。外からのスライダーに対しては割とついていけるぞ俺は。うちのスライダーはちょっと苦手だけど。奈良原は対左に対しては結構強かった気がするから、全然チャンスはあるよ。ご覧のようにね。ファー。ほら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 。いや、熱い試合になってきたな。ここ絶対盗塁成功させる。ほら。余裕。からの。危ねえ。鳥谷が走っている状態。奈良原が走っている。よーし。よーし。ちょっと待って、今のは。今のはちょっと待ってくれ、審判。こんなまた。